静かなる防衛の時間です。今日、北朝鮮がまた短距離弾道ミサイルを発射しました。北朝鮮から日本海へ向けて発射。高度50キロ、430キロ、地点に落下しました。北朝鮮も7月25日2発短距離弾道ミサイルを発射。朝の6時前ぐらいです。北朝鮮も早朝好きですね。だいたい早朝が多いです。少し気になるのが、短距離弾道ミサイルなんですけれど、これを韓国が飛翔体と言ってるのがちょっと気になります。それは大きい。最近では短距離弾道ミサイル、北朝鮮もこう撃つ方向は大体決まってます。日本海の北側ですね。この辺には絶対撃ってこないですね。ギリギリ当たりは今までありましたが。それと気になるのが、北朝鮮の最新鋭潜水艦が完成した。その最新鋭潜水艦には垂直弾道ミサイルを装備している。噂ですけど、北朝鮮の潜水艦はそこまで性能は良くないみたいです。しかし潜水艦に垂直弾道ミサイル発射装置がついているということは、いつでも撃てるわけです。海で配備するのは多分日本海側でしょう。しかし潜水艦となれば、やっぱ日本もかなりの世界有数の技術を持っています。この北朝鮮の潜水艦がどれほどの性能かはわからないですが、そんな何隻もあるわけじゃないんで、潜水艦を操作する、運用するということには北朝鮮もやはり慣れてはいないでしょう。しかし不測の事態に備えることも大事で、運よく
この辺りまで来るとここから発射し日本に落ちる可能性はあります。まあ、日本では迎撃態勢は整えられていますが、いざという時にイージス艦が配備されています。弾道ミサイルを迎撃してくれるでしょう。まあ、まずここまでは来ないと思います。この辺かな。この辺をちょろちょろと動くぐらいじゃないでしょうか。あとはこっち側に来るかもしれません。まあ、そうなってくるとこっちに飛んでくるわけです。やはり不測の事態というのを最大限考えて行動するということが大事です。双流型に一度見つかると何でも盗まれてしまいますからね。行動、音、範囲、どんな音を出しているのかすぐに分かるそうです。移動距離やスピード、すべてのデータを盗まれるでしょう。あの尖閣で中国の原子力潜水艦が浮上したことにより、すべてをデータ化されたという話もあります。まあ、北朝鮮もアメリカに向けてのアピールでしょう。短距離弾道ミサイルを発射するということは、何かまたまたうまくいってない、そんな気がしています。やはり考えるのはこの LINE から防衛 LINE というのはやっぱり考えていくべきでしょう。日本もこちら側に比重を置き始めますが、こっちもやはり大切でしょう。こうなってくるとまだまだ装備品が不足していると思われます。海が多い日本ですから、全海域に向けて守りを鉄壁にしないといけません。今日のご視聴ありがとうございました。よかったら新しいチャンネル作ったんで登録お願いします。